大阪ステーションシティ、梅田阪急ビル、梅田阪急ビル、大阪ターミナルビルナンバパークスアベノのルカス大阪2011年問題とは、大阪市中心部において2011年までに、百貨店などの新設、増殖が出揃い、特に同年に集中的かつ大量に完成した結果、商業施設の供給が過剰となることが懸念された事象である。単に、2011年問題、 平成23年問題と呼ばれることもある。2005年頃から提唱された概念だが、本校ではその後の進展も含めて記述する。2005年9月7日に、蘇豪震災橋本店が開店したのを皮切りに、大阪市中心部では、百貨店などの商業施設の新設、増床が相次いだ。百貨店などの大規模な小売店における開業、建て替え、 増殖の大半が出揃う2011年には、大阪市内の百貨店の総売り場面積は2005年と比較して50%以上増えるという。北の中心地である梅田では特に競争が激化しており、新規出店した JR 大阪三越伊勢丹は、業績不振により、2014年7月に10階と地下2階以外の全フロアから撤退。 秋フロアは2015年4月に JR 西日本 SC 開発運営のルクア1100としてリニューアルし、この中に8つの伊勢丹ショップが入居する形に変更された。阪急百貨店梅田本店が入居する梅田阪急ビルは鉄道会社直営としては世界初のターミナルデパートとして1929年に開店してから7回にわたり増改築をしてきたが、 耐震構造の見直しや大阪地区の商業地の激変に対応するため、都市再生特別措置法に基づく、要請規律の大幅な緩和を機に立て直すことになった。営業しながら立て直すという広報を取る。工区を南側のダイヤ駅と北側の大通期に分ける2段階の建て替え志向で、建て替え期間中も営業を続ける。ダイヤ駅工事中の不足売り場面積の確保のために、新たに、 阪急山広場、コンコース2階部分、既存建物の北間バックヤード部分、9階屋上部分に売り場スペースを設けている。百貨店部分の上には、地上187メートルのオフィス棟も建設される。建て替えにより、百貨店の売り場回数は B2 から9階から B2 から13階に、総面積は約11万6千平方メートルから約14万。 平方メートルに営業面積は約6万千平方メートルから約8万4千平方メートルにそれぞれ増え日本最大級となった2005年2月の発表時点では松坂屋名古屋本店の8万6758平方メートルに次国内2位の面積であったしかし2007年に発表された近鉄百貨店阿部野本店は阪急新梅田本店は愚か 松坂屋名古屋本店をも上回ることとなった。2007年3月発表阪急百貨店は3月26日、建て替え中の梅田本店が全館完成して営業開始する時期が当初予定していた2011年春から同年10月から12年3月にずれ込む見通しを発表した。これは工事の進み、具合が遅れているためとのことで、 大愛気工事分の営業開始も当初予定の2007年秋から2008年10月から2009年3月に遅れる。合わせて、梅田本店建て替え工事中の売り場面積確保と競争力強化、顧客サービスの充実を目的に2008年2月、ヘップナビを地下1階地上5階の物販部分へ出店することを発表した。紳士服や雑貨を集めた。 メンズ館に改装し隣接する梅田本店の6、7階にあるメンズ売り場をすべて移転させる計画。伊勢丹のメンズ館同様、ビジネススーツからカジュアルまでの内外の高級ブランドを網羅する捕獲ツヤバッグ、ベルト、財布などの新商品を取り揃える計画。男性用化粧品店などの出店も検討している。阪急は、 メンズ館のノウハウを持つ伊勢丹との経営統合を決めた三越が2011年に梅田に新店を出すのを前に先手を打って男性客の囲い込みを狙う。これに伴いヘップナビオは10月28日をもって地下1階地上5階までが閉館2008年2月1日に阪急百貨店メンズ館としてをオープンした。 本店の建て替え完了するまで期間限定の案もあったようだが、建て替え完了後も本店とナビオの住み分けを続けるという。大丸梅田店が入居している大阪ターミナルビルは、西日本旅客鉄道が主体となって、現在のビルに隣接する15階建ての別館を建設し、両社のフロアを通路で一体化するという形で増床することとした。 200億円から250億円を投じ、2011年4月19日に完成。これにより、大阪ターミナルビルの床面積は、約13万8000平方メートルから約17万3000平方メートルに、大丸梅田店の売り場面積は、約4万平方メートルから約6万4000平方メートルに増え、年少800億円を見込む。増分には、ユニクロや、 東急ハンズが出展する。2005年5月5日に、北浜、坂井筋沿いにあった三越大阪店が閉店したが、同社は2011年5月4日に、全面開業した大阪駅のノースゲートビルディングに再出展した。売り場面積は約5万平方メートル。なお、当初は現在淀橋梅田が建っている大阪鉄道管理局跡地に出展する予定だったが、 用地取得に失敗している。この店舗は業績不振により2014年7月に10階と地下2階以外のフロアが閉店した。2015年4月に JR 西日本 SC 開発運営のファッションビルルクア1100としてリニューアルし、この中に8つの伊勢丹ショップが入居する形に変更された。2006年末発表発足直後の 阪急阪神ホールディングスの隅一夫社長が大阪、梅田の阪神百貨店本店が入居する大阪神ビルと南隣の新阪急ビルを一体的に建て替える方針を表明した。ただし、すでに着工済みの阪急百貨店梅田本店の建て替えが優先のため実現は2011年以降となる模様である。阪神百貨店は当初、梅田地区百貨店の大増傷に対し、 大阪神ビルを耐震補強を兼ねた改修工事でしのぐ予定だったが、親会社の阪神電鉄が阪急 HD と経営統合し、阪急阪神 HD となったことで建て替えに方針を急転換した。ちなみに、現在の大阪神ビルは1963年、新阪急ビルは1962年の完成と共に老朽化していた。 阪神百貨店の営業が継続できるよう、まず新阪急ビルの改築から着手して、同ビルの完成後に、百貨店を一時的に移転させ、大阪上ビルに取り掛かるという二段階方式で進める。住み和夫社長は、両ビルの建て替えプロジェクトについて、阪急と阪神による街づくりのシンボルにしたいとしている。 また新しい大阪神ビルの規模については、梅田阪急ビルがモデルとしており、梅田という立地を生かした構造ビルの建設を検討している。この場合、阪急と阪神のビルがツインタワーとして JR 大阪駅前にそびえることになる。2007年9月発表阪急阪神 HD の住みかず社長は、記者会見にて、阪神百貨店が入居する大阪神ビルと隣接する。 新阪急ビルの建て替え計画について、都市再生特別措置法の活用を検討するとの考えを明らかにした。特措法の活用により、同区域が都市再生特別地区に指定された場合、現在の容石率1000%を超える構造ビルの建設が可能になる。これにより、大阪上ビルと新阪急ビルとの構層ツインビル計画の実現を目指す。建て替え時期については、 特措法の期限である2011年までの計画策定が目途になるとの考えを示した。また、大阪神ビルは新梅田阪急ビルの完成後に着工するが、新阪急ビルはその前に着工したいと述べ、新阪急ビルの建て替えは大阪神ビルに先行する形で、阪急百貨店の入居する新梅田阪急ビルの建設中に着工する構想を明らかにした。 具体的着工実期については遅くとも2009年に着工するとも述べている。これは新阪急ビルについて、阪神百貨店の建て替え期間中は保管機能が必要とも述べていることから、阪神百貨店の建て替え工事中、売り場面積が狭くなる同店を新阪急ビルが保管できるようにすることが狙いだと考えられる。2011年2月報道その後、 都市再生特措法改正案の国会審議の停滞、大阪市内のオフィスビルの空室率上昇など、市況の悪化を受け、阪急阪神 HD の住一夫社長は2013年にも、始める予定だった建て替えを延期し、計画を再検討する方針を表明した。2013年1月報道計画を再検討した上で、阪神百貨店梅田本店の建て替えについて、 具体的な手続きに入ったと報じられた。2014年10月1日に一期工事が開始。段階的に各エリアが閉鎖、取り壊され、改築が進んでいる。高島や大阪天本館として使われている南海ビルディングの東側にある新事務館、事務別館、別館、南文館、南別館の広報施設を取り壊して館を新築。 本館と連結し一体化したフロア構成にする。デザインはガラスを多く用いるが、本館のイメージをそのまま踏襲したものとなる。同時に、本館も全フロアを改装して、南海ビル、手管を合わせて、新本館とする。南海ビルの約5万6千平方メートルに2万2千平方メートルの手管を加えて、それまでの約1.4倍の 約7万8000平方メートルまで拡大する。また、それに先立ち2007年4月開業の高島や、大阪県に隣接するナンバーパークス第2期エリア内に、T ・テラスバイ高島やグループとして7200平方メートルの専門店街を開業させた。さらに、南海ビルに隣接する南海会館の建て替えも検討されている。大阪安倍野橋駅がビル内にある。 近鉄百貨店安倍の本店は計画を3度発表した。2006年10月発表近鉄百貨店安倍の本店の南側にある別館南側の敷地に2008年春新館をオープンさせ総合百貨店の本館、ファッションのフープ、生活雑貨の新館の3館体制にすると発表した。このうち新館は2008年9月9日に アベノアンドとして開業した。2007年4月発表当初、改装すると表明していた本館の西半分を建て替えると発表した。1937年地区の建物を改装して使用していた本館西半分を建て替え少なくとも2万平方メートル以上増床新本館単体でも松坂や名古屋本店を上回り国内最大の百貨店となる。またこのビルは、 オフィスなどとの複合ビルとなり、280メートルの高さとなると報道されていた。安倍の天皇寺は、阪急、阪神、大丸、三越伊勢丹のある北とも、大丸、高島や、祖号震災橋本店のある南とも離れた立地で、百貨店や大型商業施設が少ないことから、北や南に対抗するために、近鉄百貨店は拡大戦略を取ったとみられる。 近鉄百貨店では本館単独でも日本一の規模を確保し競争力を強化するとしている。また、2トルほど離れた上6の近鉄劇場後の再開発ビルの商業施設も強化すると発表。2010年8月26日に上本町ユフラとして開業した。2007年8月発表8月8日、近畿日本鉄道が 近鉄安倍の本店本館を含めた安倍伸橋駅、ターミナルビルの再開発計画の詳細を発表した。それによると、ターミナルビル旧館部分を撤去し、高さ300メートルの複合ビル、安倍のハルカスを建設し、新しい超高層ビル内に10万平方メートルの店舗を構える構想であり、2013年6月13日に百貨店部分のみ先行開業、 2014年3月7日に全面開業した。これにより、それまで日本一高いビルであった横浜ランドマークタワーを抜き、21年ぶりに高層ビル日本一の記録が塗り替わった。これにより、同年4月の発表通り、百貨店本館のみで単独日本一の規模となり、百貨店別館、フープ、百貨店新館、アンドを合わせて、 アベの本店全体で12万8000平方メートル規模となる。AB 大阪2011年問題について日本政策投資銀行2005年6月10日に百貨店競争と保管半球半身 HD 中期計画ヘップナビオへの出店について半球百貨店メンズナビオへ囲い込め 阪急が大改装なビオ兵館のお知らせ阪急、百貨店メンズ館販売校長本店建て替え後も、存続エアクティ大阪増築計画の概要について、JR 西日本、2005年12月21日、大丸梅田店に東急ハンズ、有力専門店奪い合い、商業施設、集客力名当て日本経済新聞三越からの、リリース阪神100、新阪急ビルの建て替え、 容積率と高さの緩和を求める日本経済新聞、阪神100ビル建て替え隣接阪急と一体、9年までに着工産経入水座、新阪急ビルを先行建て替え、阪急阪神 HD 阪神百貨店梅田本店、13年の建て替え延期へ、阪神百貨店梅田本店建て替え完成まで10年程度。朝日新聞高島屋、新本館ガラス太陽。 九年秋開業高島や、大阪店新本館新築工事を、受注線高組、都市安海ターミナルビル等の再生計画に着手します。南海電気鉄道株式会社近鉄百、安倍の本店の本館、日本最大に8万8000平方メートル以上、2011年、メドに、建て替え近鉄百増殖高総商業集積高め、生き残り読売新聞オンライン関西発、 2007年4月12日、新歌舞伎座、近鉄劇場跡に点から老朽化で活用、難しく日経ネット関西版、2007年4月26日、安倍の橋ターミナルビル整備計画について、近畿日本鉄道、2007年8月8日、ありがとうございます。